か今週結局編集したやつを上げられなくてですね、はい、でまたこの僕編集するじゃないですか、はい、二等兵の読解力が悪すぎるんですよ、はい、ライブでの、はい、ライブでの二等兵のパフォーマンスが悪くて、はい、これちょっともう編集しながら見とれんと思ってですねどう切ってもこれ成立しんよなみたいなのが出てくるとですね見てるとわかるみたいなことですか、編集してるともう見てるとあこのやり取りはこの流れに行くよねはいはい、はい、って思いながら見てると喋、はい、ってる僕はその反応しないんですよ、はい、全くとんきょうなこと言ってて、はい、違うやろうみたいななんだこのバカはと、はい、なのでもしか今ちょっと皆さんが見てくださってるんだとすると、はい、本当にいつも申し訳ございません、はい、まあ、第三者目線になるともう冷静ですからね、あのおかめ八目とはよく言ったもので、はい、これは申し訳ないと思ってます、すいません。なので最近このコメントにもちょっと返信ができてなくてですね、はい、これは申し訳ないと。でチラチラ見ていきますとなんかちょっと反応する部分があってですね、はい、まあこれ何回もこすってるんですけど、はい、この INTJ さんの相性、はい、人を好きになるとかってどういう風に捉えているんだろう、はい、っていうような話をよくするんですけど、はい、その動画のコメントで INTJ ですと、はい、ありがとうございます。結婚願望というか人生を一緒に過ごす相手は欲しかったので、それができる相手を恋愛相手として探しましたと。好きになった相手でもその人が結婚する気がないっていう場合は恋愛する気もなかったと、はい、なので年齢や目的で好きになる人が違うっていうのは分かりますと。今付き合ってる人が結婚する気がないって言うんだけど私は結婚したいと思ってる、どうしたらいいって聞かれると、今すぐ別れて結婚願望ある人と付き合えば、はい、で今その人と付き合っても時間の無駄でしょって言えるし実行できるのが私ですと、はいはい、これを聞くとですね、はい、最近化け物語っていう、はい、アニメを見てましてですね、そこの主人公の恋人が、はい、戦場ヶ原さんだったかな、はい、そういうとかもう、まあ、何タイプか分かんないですけど思考タイプだねっていう感じの女性の書き方なんですね、はい、うん、でその子がその第2話ぐらいだったかな3話ぐらいだったかな、その主人公の男の子に告白するんですけど、はい、好きという気持ちは分からないけど、うん、この感情を好きだというならば、はい、ものなら、はい、あなたを話してはいけないと言ってる、はい、から、はい、付き合いましょうみたいなことを言うんですね、はい、それを見ている気がしました、はい、好きという気持ちがわからないっていう、はい、気持ちがわからないので、その定義の話をしてるんじゃないですか。でその戦場ヶ原さんは、戦場ヶ原さんは、はあ、定義の話、なるほど、はい、あなたを手放したくないと思っているかの感情を好きだというならばみたいな言い方、はいはい、あだとこれは好きっていう感情で、好きとはいう気持ちは分からないけどねみたいなことは言うんですか。分からないけどねっていうか、その好きというものが何なのかが分からないって話ですよね。だからこれが好きっていう感情だったら好きって話じゃないですか。なるほど、はい、でこの人は、はい、付き合ってる人が、はいはい、結婚する気がないって言うんですよ、はい、で自分は結婚願望がありますと、はい、体調だったらどうします。自分はどっちの話ですか。ね、付き合ってる人で、結婚願望がある側、ある方、はい、でも相手方には、はい、付き合ってるよ、はい、付き合ってるけど結婚願望はないって言ってる、はい、僕はもう時期的に結婚したいと思ってる、はい、どうします。どうするかは分かんないですけどね。可能性の話、あ、可能性の話ですね今は、はい、もう可能性はゼロであるならば分かれるかもしれないですよね、はい、あ、ゼロだよって言われるなら、ゼロだよって言われるならじゃないです。
100% ゼロなんですよ。え、意味がわからないです。ゼロであるならばっていうか、ゼロだって言ってるならっていうのはひっくり返せる可能性があるじゃないですか。結婚願望ないよって言ってても、はい、結婚する人っていっぱいいるので、はいはいはい、ひっくり返せる可能性がありますよね、はい、だから可能性の話ですで、この人は絶対に結婚できないっていうのがもう分かってる状態、言ってるとかじゃなくてそれどういう状態なんですか、ね、分からないです。まあでも自分でそれを感じてるってことか。はい、あ、無理だなって、結婚する気ないんだろう、ひっくり返せないんだろうなって話ですよね。ああ、なるほど、はい、懇願もしないですか。懇願してひっくり返るなら懇願するかもしれない。なるほど、僕は多分ね 2,3 回は懇願するんだろうなと思うんですね。で、無理そうかっていう判断をするみたいな。いやだって泣くじゃないですか。何がですかいや別れる時ってそれは分かんないですけどね。泣きたくないんだよなって思いながら、はい、この INTJ さんは多分泣かないんでしょうね。泣かないかどうかは分かんないですけどね。泣きながら別れるかもしれない。それもまた別なんだ。別れます、はい、この言い方的にね、結婚願望ある人と付き合えば、今付き合ってる人と会ってても時間の無駄でしょって言えるし、はい、実行できますっていう感じだと、はいはい、僕の中ではもうこの人は泣かないんだって感じなんですよ、はい、まあ、泣くかどうかは分かんないです、ね、泣かないとは言ってないって話です、ね、はい、まあ、ただ目標達成主義じゃないですか。はいはい、なんでこう結婚っていうゴールに向かってどうするかみたいな話だと思うんで、なんで僕はこうやって余計なものをつけちゃうんですかね分かんないですこれ僕だけですかね。自分の感情が入るからじゃないですか。自分の感情が入る、自分の感情、自分と比較する、まあ、はいはい、はい、僕だったらこう、これ言ってる時はこうだよ、はい、で自分がそれを言ってる時はもう冷めた状態ですよね。だから泣かないんだろうなみたいな。言わないけどね、言わないけどねって言わないと思うんだよな、時間の無駄でしょとか。はい、それはまあ言う言わないの話ですよね。あ、そっか、ごめんなさいねはい、でまあその心情の時、はいはい、もうこの人と付き合ってても無駄だなみたいないう状態の時、はい、でもう冷めた状態みたいな話ですよね。あんまり、うん、そういうのがないので恋愛経験が少なくてごめんなさいねはい、そんなことがあるんですね。あ、でもあるか。そんなことがっていうか、まあこの INTJ さんは目標達成主義なので、はい、目標達成することが大事なんです。そうですね、私は、はい、一生一緒に過ごす人が欲しい、はい、結婚したいっていう目標を作った、っていうのが目標、はい、はい、そしたらそこに合う人を探すみたいな感じなんじゃないですかね。